昭和30年に氷蜜を始めて、60年、来年で60年なんですけど、まあ、あの犯人といえば氷蜜というぐらい、まあ、ネットではかなり有名になってまして、地域特製の氷蜜を、まあ、今年は黒酢を作ったんですけど、黒酢を作ったり、まあ、宮崎で言えばヘベスも作りましたし、そういう地域特製の氷蜜を作ったり、あとは上にトッピングすることによっていろんな種類の氷蜜が食べられるような商品を今開発中で、それも地域特製の材料を使っていろいろやりたいなと思っております。都会に売っていこうと思ったらやっぱなんか特徴を持って頑張らないかなという中で、川下よりのお客さんが望むものを全て取り入れた商品をどんどん作っていきたい、前向きに何でもトライしていきたいということで今頑張っております。